まあこれ結局4回しか弾けなかったんですよね。はい。3、4、で、5回目でおなら出ちゃいます。出ちゃったとか言ってた。これ悔しいですよね。デッドリフトあるあるですよね。ルールル、ルルルルルル、ルル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 ル。どうも、新宿2丁目最強のバイク、ハナセブンです。今日はこちら、東京都ひばりが丘にあります、レックスフィットネスさんで背中のトレーニングしてきました。で、まあ、僕普段フリーウェイト中心でマシンは基本的に触らないんですけど、まあ、このレックスフィットネスさんにはですね、普段僕がジムで見ないような変わったマシンがすごいたくさん置いてあって、どっちかというとマシンを中心にトレーニングしてきました、はい、でその動画をですねたくさんまとめて撮ってきましたので、皆さんにもちょっと見てもらえなと思います。ではどうぞ。はい、では早速トレーニングの解説していきます。まあ、今日は背中の日でした。今日というかこの日は背中の日で、いつものデッドリフトから入ります、いつもウォーミングアップのところは省いちゃってるんですけど、今日は特別に100キロからお見せします。はい、100キロだったらね、なんかもう握ったら浮いてくるって感じ、僕からすると。はい、100キロは5回やったんですけど、もう握っただけでバーが浮いてきちゃいますね。はい、で、はい、でトレーニングパートナーの J 君登場。はい、彼はですね、まあ、普段はデッドリフトやんないみたいなんですけど、まあ、100キロから付き合ってくれました。はい、これハンマーストレングスっていう書いてあるじゃないですか、プレート。初めて見ましたね。レックスジムさんは、レックスフィットネスさんはこのメーカーのプレートを揃えてるみたいですね。で、なんだろう、床引きなんですけど、なんかパッドを挟んでるんで3センチぐらい浮いてます。3センチぐらい高い状態から引いてます。はい、で次にこれ140キロ2レップやりました。140キロもね、なんか握ったら浮いてきちゃうぐらいのレベルです、僕からしたら。はい、これは僕のハムとお尻いいですよね。いい形してます。すごい肥大してて、うん、僕の強みだね。はい、J 君威嚇してるね。うん、なんて言ってんのかね。うん、J 君は基本的には言葉は発しません。こういうジェスチャーとかが多いです。はい、これから J 君ね、まあいろんな場面でジェスチャーしてますけど、まあ言葉は発してません。なんか頭の中では言葉が浮かんでるのか知んないけどね。うん、頭かしげたりしてますね。はい、で、140キロ J 君もやってくれました。彼これ何回やったのかな、5回ぐらいやってましたね。回数表示してると思うんですけど、ま、J 君のは表示してないんで、基本的に僕の、回数の表示だけをしています。はい、ちょっと重かったみたいだね。はい、はい、ウォーミングアップの続きです。180キロです。180キロをこれ2回やったのかな。180キロもちょっと力入れたら浮いてきちゃうぐらいのレベルですね、僕からしたら。なんでこれも180キロは2回行いました。はい、で J 君は140キロで、離脱です。普段デッドリフトやんないみたいで、なんかね、ちょっとデッドのちょっと使用重量の差はちょっとすごい広かったんで、 J 君は140キロで、離脱しました。はい、でこれが何キロ220キロですね。まだまだアップは続きます。はい、でこれ最初引いた時にですね、一回落ちたんですよね。でも落ちたところからまた そっから引いてるんですよ。ちょっと分かりにくいけど、これ一回落ちたけど引いてる。うん、やっぱ3センチぐらい浮いてるんで、やっぱ最初のファーストプル浮くところがすごく軽いですね。なのですごい調子も良かったです。はい、重量扱いましたね、結構。でこれがまだアップです。250キロ。本当はこの250キロをメインセットにしようと思ってたんですよ。250キロを10発狙ってたんですけど、実はハプニングが起きてしまいまして、まあこれ結局4回しか引けなかったんですよね。はい、3、4、で5回目でおなら出ちゃいます。出ちゃったとか言って、これ悔しいですよね。デッドリフトあるあるですよね。こんなんでなんかメインセット無駄にしたと思うと、恥
腹立ってしょうがないですよね。まあしょうがないんだけど。でこれが270キロに上げました。メインセット270キロ2レップですね。なんか僕どんどん強くなってる。1日2000キロカロリーしか取ってないのに。まあ確かに週1で好きなものは食ってるけど、それ以外はもう毎日2000キロカロリーなんだけど、なんかどんどん強くなってる。やばいよね、俺どんだけ進化してるんだろうって思っちゃいます。うん、余裕かましてなんかね頭動かしちゃってるけど、これでデッドリフトが終わり。はい、で2種目目、これはなんていうのかな、アンダーグリッププルダウンとでも言いましょうか。ドリアンローとは言わないか。アンダーグリッププルダウン、まあ細かく言えばプレートローディング式アンダーグリッププルダウンかな。はい、ちょっと長いんですけど、これ40キロでウォーミングアップです。まあ回数は何回でも良かったかな。まあこれ本気は出してないです。40キロで片側20キロなんで40キロですね。でウォーミングアップです。はい、まあこのマシンは、まあ僕が普段行ってるジムにも置いてあるんですけど、まあやったことないです。まあやったことないくはないと思うけど、普段触りもしないですね。もう3年ぐらい前やってたかもしれないけど、基本的にはマシンは僕触りもしないんで背中とか、まあケーブルぐらいはやるけどね、ラットプルダウンとか。でも基本的にはマシンはやらないです。はい、でまあ、せっかくなんでね、レックスジム、レックスフィットネスさんに、まあ、いろんなマシンがあるんで、まあ、今日は、まあ、僕中心の、僕がいつもやってるトレーニングをやるってよりかは、まあ、いろんなマシンやってみようじゃないか、ということで、いろんなマシンちょっとやってみました。本当たくさんいろんなマシンあるんですよ。面白いですよ。はい。普段やんないんだけどね。で、ジェイ君登場。ジェイ君ね、あれ、フォーム綺麗ですよね。僕より全然トレーニングの知識だったり、栄養学、あと解剖学、生理学、あとね、まあ、いろんな情報知ってます。すごく、詳しいし頭がいいです。ジェイ君、実はね、言葉は喋んないんだけど、わかる。で、フォームも、ね、ちゃんと解剖学っていうかね、筋肉の形とかに、理にかなったフォームでちゃんと行うんですよ。すごいっすよ。ちょっとこの後映像出るんですけど。うん、首かしげてますね。なんか納得いかなかったのかな。うん、わかんないけど。でね、一気に重量上げて片側60キロで120キロで何回 ?8 回やったんですけど、重い、めちゃくちゃ重い、重すぎる。もうね、どうしようと思っちゃった。一回引いた時にこれできねえぞと思って。なんかよくね、マシンでね、めちゃくちゃ重量を扱う人いるじゃないですか。どこにでもプレートをね、何枚も20キロプレート3枚4枚5枚ってつけてさ、僕ねちょっと無理だ、どうなってんのって感じ。3枚でもこんな辛いのにさ、でジェイ君の補助がまたもうね微妙じゃなくて絶妙でね、そういい具合にちゃんと補助してくれるんですよね。そう、僕は8回ぐらいしか引けなかった、もう重くてね。そうだけどね、ジェイ君やばいのこれ。まあ、デッドとかスクワットとかは苦手らしい。うん。だけど、こういうマシンになるとね、軽く引いちゃうのね。2、3。まあ、表情はね、マスクで見えないけど、なんか、びっくりしちゃって、軽いっていうの言い出すもんで、あ、言ってないよ。言ってないけど、伝わってくる。軽いって。そう。で呼吸が辛いって伝わってくる。うん、なんかね、デッドはね、僕の方が全然多分強いんだよね。うん、使用重量も多分100キロぐらい。あ、ごめんなさい、切れちゃいました。ちょっと夢中になってね、話しすぎてたら切れちゃいました。まあ、とにかくジェイ君強い、力がマシンだったら。そう。で、僕は、これは2セット目、アンダーグリッププルダウン80キロ。ちょっと重すぎたんで1枚外しました。80キロ。なんで40キロぐらい落としました。でこれを12回行いました。はい。でまあこのね、種目のポイントとしてはね、やっぱりちょっとゆっくりやってる、やなんかフォーム意識するあまりちょっとスピードが遅くなっちゃったんですけど、ある程度速いテンポで動作を続けるのがいいってジェイ君が言ってました。はい。で、まあ、ちゃんと最後伸ばしきってストレッチさせて、
聞いた時には硬くさせる、背中を硬くさせるんだけど、上体を反らしすぎない、胸は張るんだけど上体は反らしすぎないで背中の力を使って、まあ、あと腕も多少入るけど引く。ジェイ君なんかね、これ綺麗だよね、これは軽すぎる余裕だわって言ってたんですよ。うん、僕結構重かったんだけど、うん、で僕とジェイ君のこのねフォームの差はね、やっぱり僕はちょっと引こうっていう気持ちが強すぎるあまり上体を反らしすぎてる、後ろに胸は張るんだけど上体は、倒しすぎないっていうのがこの種目のポイントですね。はい、でこれが僕3セット目かな。はい、でまあなんだろう、このセット中にね、動作中にジェイ君がね的確に指示を伝えてくれるんですよ。それがまた的確でですね、すごく勉強になる。まあ、普段こうやって一緒にやったり教わったりすることはないんだけど、ジェイ君は本当に頭いい、ちゃんと詳しい、本当に。うん。僕なんかね、テンポが変わっちゃうね。やっぱちょっとね、ファストファストって言われて、ジェイ君にもっと早く、テンポ早くって言われて、そう、やっぱテンポは大事ですよ。うん。どのね、種目でも、部位でも。同じテンポで、まあ、ある程度早く、うん、遅いとやっぱりね、あんま良くない、うん、で、これは11回やりました。はい、さっきのセットと比べると1回落ちたかな。はい、で次 J 君、 J 君ね、なんか、まあ、ネタバレだけど途中からちょっとセットで遊び出します。もう余裕すぎちゃって、うん、ジェイ君の背中も綺麗なんですよ。一回見たんですけど、ほら、これ、片っぽホールドしながら、空いてる方の手で、もう片っぽの腕で引いてる。引き寄せたまんまね、逆側は。まあ、こういうトレーニングもあるんだけど、僕はちょっとね、そこまでやる余裕がない。うん、ジェイ君強いよ、これ。力、うん。しっかりと背中の力で引けてる。うん、何言ってるんだろうね、なんか悔しがってるけど。でこの種目は終わりです。はい、とっとこ食べるよ歯が太郎、どこでも食べるよ歯が太郎、大好きなのはバナナと卵、ルールルール。